たる移動はお控えいただくようお願いいたします。路上に落ちている荷物やタイヤ、ヒヤッとしたことはありませんか？ぶつかると危険なばかりか、避けようとして事故になることもあります。荷台やルーフキャリアで荷物を運んでいるときは、時々パーキングエリアなどで点検をお願いします。ハイウェイラジオ検温、厚木よりお伝えしました。午前10時33分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに茅ヶ崎方面に向かっている方にお知らせします。この時間、茅ヶ崎ジャンクションまでの区間と東名東京インターまでの区間と東名大井松田インターまでの区間では順調に流れています。引き続き八王子方面に向かっている方にお知らせします。この時間、京王鶴ヶ島インターまでの区間は順調に流れています。引き続き安全運転をお願いします。なお、新型コロナウイルス
屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東名秦野中井インターまで10分ほど、東名御殿場インターまで40分ほど、東名沼津インターまで50分ほど、それぞれかかっています。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の帰省や旅行など特に都道府県をまたぐ移動はお控えいただくようお願いいたします。ハイウェイラジオ新東名厚木南よりお伝えしました。午前10時39分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東名横浜町田インターまで20分ほど、圏央道茅ヶ崎ジャンクションまで15分ほど、圏央道相模原インターまで30分ほど、それぞれかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東名秦野中井インターまで10分ほど、東名御殿場インターまで40分ほど、東名沼津インターまで50分ほど、それぞれかかっています。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の帰省や旅行など特に都道府県をまたぐ移動はお控えいただくようお願いいたします。ハイウェイラジオ新東名厚木南よりお伝えしました。午前10時39分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東名横浜町田インターまで20分ほど、圏央道茅ヶ崎ジャンクションまで15分ほど、圏央道相模原インターまで30分ほど、それぞれかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東名秦野中井インターまで10分ほど、東名御殿場インターまで40分ほど、東名沼津インターまで50分ほど、それぞれかかっています。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の帰省や旅行など特に都道府県をまたぐ移動はお控えいただくようお願いいたします。ハイウェイラジオ新東名厚木南よりお伝えしました。午前10時42分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東名横浜町田インターまで20分ほど、圏央道茅ヶ崎ジャンクションまで15分ほど、圏央道相模原インターまで30分ほど、それぞれかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている。
60分ほどそれぞれかかっています。次に休憩施設の情報です。この先の中井パーキングエリアの小型車は混雑しています。大型車は駐車に余裕があります。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため不要不急の帰省や旅行など